引き上げるような激しい揺れ、最大で震度7を記録しました。1分40秒後、激しい揺れが首都圏に達します。震度7、照明灯にご注意ください。照明灯が落ちてくるのをご注意ください。照明灯にご注意ください。頭上に何もないかをご確認ください。横浜スタジオの緊急避難所に移動します。新宿の高層ビル群が揺れる様子も捉えられていました。カメラ本体の揺れを取り除くと、ビルが大きく揺れているのが分かります。あれ揺れた、揺れてる、揺れてる、あれ揺れた、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 長くゆったりとした揺れ、長周期地震動がビルを襲いました。高層階では5分以上も揺れ続けました。高さ13階の12階のビルにいます。非常に強い横揺れを感じています。立っていられない状態です。捕まっていないと立っていられない状態です。物も大きく揺れ落ちています。東京湾のコンビナートでは大規模な火災も発生しました。巨大津波です。地震発生から30分ほどで到達しました。来たよ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 。ああ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 。津波の猛威が各地で撮影されていました。堤防越えた、堤防越えたから逃げろ。では津波は
人々の想像を超えて襲いかかりました。ヘリコプターが捉えた映像です。あらゆるものを飲み込んでいきます。津波は内陸5キロまで侵入して行きました。仙台空港も大きな被害を受けました。空港の駐車場の車両が全部滑走路の方に流れてきて、ヘリも全部流れています。ここも危ないですけど逃げようがありません。はい、もうダメだ。いやいや、ダメだわ、全部ダメ。地震発生から7時間後、ハワイに4メートルの津波が到達。Pouring over the wall, you can see I'm completely stranded now. 半日後には1万7千キロ離れた南米チリに。ここでも4メートルの津波が襲っていました。南極にまで到達。広さ120平方キロメートルに及ぶ巨大な氷山を崩壊させていました。